野田城、福島城の戦い。野田城、福島城の戦い。野田城、福島城の戦いは、元気元年、1570年8月26日から9月23日に行われた戦い。この後10年にも渡る石山合戦の端緒といえる、戦いで、別名、第一次石山合戦とも言われている。A61 年、1568年。 織田信長らは、足利義明を奉じて上落し、京都から三好三人衆を追いやった。翌六十2年、1569年1月、三人衆は報復として、本拠地阿波国から機内に上陸、京都の義明を襲撃して、本国寺の変を起こすが敗退。しかしその後も打倒身長を拡作し続けた。元気元年、1570年6月、 機内から、織田軍主力が撤収。これを後期と捉えた三人衆は、摂津池田城主、池田勝政の同族、池田智政と重臣の荒木村重を調約して、勝政を追放し拒兵した。なお、三人衆は、北大江の浅井長政、越前国の浅倉義景、石山本願寺保守の県如らと、開戦前から通じていたという説がある。同年七月十一日、 三人衆軍は、摂津中島に進出し、野田城、福島城を築城した。石山合戦廃人図によると、当時この地域は、西側が海、北、南、東は川に囲まれた島のような場所であったと推定されている。そのような場所に堀を掘り直したり、壁をつけたり、櫓を建てるなどの改築を実施した。 また、細川明元軍や木の国の鈴木孫一等が、率いる西賀州の援軍も到着し、松井家府によると、この時の総数は一万三千兵までになったようでや、この西賀州というのは、水兵、鉄砲兵からなる、傭兵部隊で、三人州に属していた、あたか信康に雇われた士兵ではなかったかと言われている。この動きに、織田軍でいち早く応じたのが、松永久秀、 久道みちで、大和市議山まとし山やで、戦闘準備を整えると、27日には、し山やまを、出立、河内に入国し三人衆軍の河内進行に備えた。また8月2日、足利義明は、畠山秋高に、お内垣きを送り、信長と合力し、き、泉国の兵を集結させ三人衆軍に、対処するように命じた。このような状態の中、 十七日に三、人衆軍によって開戦した。三人衆軍は、三吉義嗣の城であった古橋城を向上した。古橋城は三人衆軍を討伐する、前線基地のような役割を担わされていた模様で、この時、細川領籍によると、三吉義嗣軍百五十、畠山秋高軍百五十、合わせて三百程度が集結していたと記載されている。また、 広県記には400とも記載されている。野田城、福島城を出発した三人衆軍は、古橋城を攻めた。細川領家記によると、この時の支給が218と記載され、古橋城兵はほぼ全滅に近い損害であった。その後、江波城も向上したようである。この法を受け、事態の重大さを再認識した信長は、自ら三人衆を打ち得るべく、 馬回り衆三千騎を引き連れて、岐阜城を二十日に出立。十一日には横山城、二十二日には長江寺に、二十三日は本能寺に到着した。時継ぐ狂気によると、京都にいた時の織田軍は四万まで膨れ上がったようで、ある。その後、京都を十五日に出立、平方を経由して、翌二十六日には野田城、 福島城から南東5キロメートルの天王寺に着陣した。これに対し三人衆軍も、三好康永、あたか信康、東郷有穂、斉藤達沖等の阿波、佐抜阿波寺からの援軍が到着し、この時の総数を信長後期によると8000ほどとしている。織田軍の敗陣は、本陣を天王寺に置き、天満が森、川口、渡辺、神崎、上南場、下南場、 浜の手に陣取り、駆力は、天満が森で、摂津の地理に詳しい三好をし継、松永久秀、和田これまさらを敗した。三人衆軍と比べて、織田軍は、数倍の兵力があったと思われるが、野田城、福島城が、デルタ地帯にある県城であったため、いきなり力攻めにしなかったようで、まずは、有効戦術を取った。二十八日に、細川信義をはじめ三好正勝。 高材長野村が小田軍へ寝返り、9月3日に将軍義明が武行衆に戦を引き連れ、細川藤方のいる中島城へ着陣している。このような中、中立を保っていた石山本願寺の県女が一通の劇文をしたためていた。その内容は、とある。この劇文は、大見中部の本願寺門都衆に宛てたもので、神明を帰り水ずと記していることから、 戦闘体制を整えていたのではないかと推察されている。また県には9月10日にも、浅井久正、長政不死に書状を送っている。織田軍は、野田城、福島城の対岸に、老岩の砦出と川口の砦出を築き、それぞれに武将を入れ、環境が整った8日、野田城、福島城の西の対岸にあった浦井城、別名、手工城、エビエの取出を三好ぐ、三吉吉継、 松永久秀隊が工場した。この時、ひ縄銃以外にも、大鉄砲が用いられたのではないかと思われている。大鉄砲とは、通常の火縄銃に比べて光景が、大きく主に工場戦や海戦に使用されたと言われている。そのような兵器を使い見よし、松永隊は、浦江城を落城させ、野田城、福島城の工場の取り出とした。織田軍はさらに川を埋め、 対岸に土手を築き、矢倉を上げ、十一日より、野田城、福島城への直接的な工場が開始され、城兵の主級が七つ上がり、翌十二日はさらに鉄砲を使用した工場戦となったようである。この日別動隊が織田軍に加わった。信長後期によると、西賀州、根頃州の二万兵、うち鉄砲州三千兵からなる連合軍が、の住吉、 天皇寺に陣取った。大規模の援軍を得た、織田軍は、三好三人衆軍との間で銃撃戦となり、この時の様子を、信長後期は、後敵味方の鉄砲誠に日夜天地も響くわがりに、こうと伝えている。その後、織田軍は、畑中城も落城させた。三人衆軍にも鉄砲があったと思われているが、野田城、福島城に入城している。 鈴木主義秀党が率いる傭兵最下州にも、かなり数の鉄砲が存在していたと思われる。裏江城、畑中城が落城し、目の前には、砦や矢倉がいくつも建てられ、二万兵からなる、最下、根頃連合軍が合流すると、さすがに三人衆は信長に和平を申し込むが、信長は徹底攻撃を主張し、和平案を受け入れなかった。この時まで献上を誇るのだ城。 福島城に苦戦しているものの、大勢は、小田軍の有利に変化なく、和平案の拒否は、当然と思われている。しかし、この日の夜半から、戦況は、石山本願寺の参戦で変化する。細川領域に、に、とあり、石山勢は金を合図にして、小田軍に襲いかかったようである。石山本願寺は、福島城まで、約4キロメートルに位置する。 県女軍が参戦したことにより三人衆軍の士気は盛り上がり、翌十三日早朝、織田軍がせき止めていた防堤を打ち破ったようで、この時の状況を細川領域は、と記している。浦江城だけではなく、野田城、福島城を周りを取り込んでいた鳥でも海水に使ってしまったと思われている。また、信長後期によると、同日夜には県魚自ら鎧を着て、 織田軍の本陣を添いかかり、老眼の砦と川口の砦には、石山本願寺から鉄砲を打ちかけたようである。翌十四日は、海水がなかなか引かず、翌十五日から十七日までは鉄砲による攻撃ができず、大規模な戦闘にはならなかったようである。十六日、大海で、浅井、朝倉連合軍が信長の背後をつくべく進軍を開始。 この知らせを受けた、宇佐山城主、森吉成は、野府城主、小田真嗣、青内主月ならと共に、交通の要所である坂本を先に占領して、街道を鎖り、連合軍の南進妨害を試みる。そして16日に初戦においては、連合軍を撃退する。しかし、権女の要請を受けた、遠逆寺の総兵も、連合軍に加わると、形勢は逆転。20日、 モリラはさらに数の増えた、連合軍を押し返すなど検討を見せるが、浅井津島、現場の2世に、側面から攻撃を仕掛ける、さらに、浅倉加月根、山崎義家、阿波賀三郎の体に加え浅い長政本体もこれに、加わったため、ついに崩れて、森吉成、小田信次、青内茂津奈の3人は討ち死にする、宇佐山城の戦い。続いて、浅井。 朝倉連合軍は、宇佐山城への工場戦に移行こう。守備側は千人、工場側は三万人と劣勢であったが、かなりの重心鏡岩章、武藤金友、も、日田お勝、林通康らが奮闘して持ちこたえた。連合軍は城攻めを諦め、二十一日に大阪から京都の山品方面まで出軍してきた。翌日の二十二日の浅井長政の書状には、 とあり、石山本願寺や三人衆と連携していたと伺える。同日、柴田勝家が信長の本陣に出向き、京都に戻るように進言した。23日、信長は全部隊に撤退命令を出し、足利義明と共に帰京。これを知った浅井、朝倉連合軍は、比叡山に交代。翌24日、信長は大阪を越え、大見へと向かった。 戦いは、滋賀の陣へと続く。三陣衆軍には二十七日、篠原長房が中心となり、細川正幸、三好長春、東郷正康ら、阿波、佐抜の兵二万からなる、大援軍が、兵庫裏に上陸。翌二十八日、小田軍に属していた河原林城、小清水城の城主、河原林三河守を討ち取り、十月一日に、野田城、福島城に入城する。 ここに至って信長は、三人衆、本願寺、浅井長政、朝倉義景、六角義方ら連合軍との和睦を模索することになる。義明は三人衆に対しては敵対心があったようではあるが、権女に対しては開戦当初から一貫して和平を求めており、信長はこれを利用し朝廷工作を実施し、大木町天皇より、講和戦線を希望すということを得て、 十一月三十日に各陣営で話し合いが行われ、十二月十四日に和睦が成立し、長政、吉景、六角連合軍も撤兵する。この時、三人衆と篠原長房は、旧敵であった三好義継、松永久秀とも和睦しており、その後、両者は共闘することとなった。この戦い以降、信長は、浅い。 朝倉六角連合軍の討伐にしばらく傍殺れることになる。開戦当初は織田軍に属していた西が根頃連合軍であったが、石山本願寺と同じ浄土新州の門徒であったため、石山本願寺が参戦後、すぐには入場しなかったが、本格化な牢城戦となっていくと、鈴木孫一らが率いる傭兵西賀衆と行動を共にし、石山本願寺へ入場し、 信長の敵対勢力となっていく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。